マジかよ。森重もあの様子だと助かっていないと思う。どうしてよ。みんな簡単に死んじゃわないでよ。委員長、あとの希望は由井先生か。あとはとか言わないで。わりえ、死んでいったみんなもきっと俺たちにまでここで死んでほしくないに決まってる。繋ぐんだ、みんなの脱出したいって意志を、命のバトンを。逆打ちの方法は分かったんだし、こんな状況だけど希望は見えてきた。もう少しだ、由井先生を見つけてここから出るぞ。ノー。そうだ、中島さん、これ私の学生証。ごめんね、逆打ちの方法を知ったのなら不安だったでしょう。切れ端もうなくさないでね。ありがとう、すごく嬉しい。篠崎、助かったよ。よく見つけてくれていたな。どういたしまして。頑張ろう。もう少しだよ。どうした？なんだろう、この部屋呪術っぽい。眺めててもわかんねえよ。それより外の焼却炉の方に何かいるんだろう。進もうぜ先に。先に出てて。のう、早く来いよ。え？
今の声。私、喋ってないのに。わかった。先に出てて。の、早く来いよ。え？何今の声。私、喋ってないのに。篠崎？おい！篠崎！何？何？嘘！やだ！岸沼くん！岸沼くん！くっ、閉じ込められたの？開けて！ねえ！篠崎さん、よかった、無事ね、生きてるね。先生の声がする。これも嘘の声だったら泣くから。何を言ってるの。さ、おいで。もう怖くないよ。先生、どこに行ってたの？会いたかったよ。ごめんね。怖い思いさせたね。あれ？先生、先生ひどいけど。シロだ。骨折した腕が。篠崎さん、さ、立って、ここを出るわよ。早く、私に捕まって。私の体を登りなさい。先生、だけど早く。片腕では二人の体重を支えきれないわ。指が。急いで、篠崎さん、あなたまで落ちちゃうわよ。ダメ、指が離れる。ああ、先生、先生。早く。篠崎！あ、ゆい先生。先生、捕まって！大丈夫、すぐ上がるから。そこもいつ崩れるかわからないわ。外に出ていなさい。だけど早く、岸沼君、篠崎さんを。先生、篠崎、来い。篠崎さん。篠崎さん、強く、強くなりなさい。あなたは誰にも負けない才能を持ってる。ここを出たら
叶えるのよ。話してくれた夢。行きなさい。これだけ言ってもわからないの。早く行きなさい。篠崎。篠崎、行くぞ、来い。離して、もうどうでもいい。篠崎、いいか、絶対に無駄にしねえぞ、先生の気持ちを。岸沼君、わかるよな、強くなれって。あいつは校長だわ。なんだ、何か黄色いものを投げ込んでいた。あれだわ、リボン。取れるかな。おい、お前。なんだ、狭いけどこの牢、張っていけば奥に行けるのか。そういえば奥の方に小さい明かりが見えるぞ。部屋でもあるのか。よし。待って、これ焼却炉よ。途中で火でもついたら。だな。よし、お前はここで待ってろ、俺だけ行く。待ってろって言ったろ。いや、私も行く。ったく、気をつけろよ、そこら中に埃の塊とか引っかかりがある。半分くらいか。低い天井のせいで体を起こせないってのがこんなに不安だとはな。
もし今出口や入り口が塞がれてこの体勢のまま動けなくなったら余計なこと考えるな。すごい埃とすす。なるべく吸い込まないようにしなきゃ。大丈夫か？って刺しちゃっただけ。針金みたいなの出てた。そうか。お願いだから来ないで。やっぱこの先何かあるな。行くぞ。来ないで。来るな。だから来ないでって言って。ねえ、戻ろう。嫌な予感がする。ちそうだな。戻れるか？ゆっくりでいいぞ。やっぱりここが怪しいよな。行くしかねえか。怖いけど、あなたが行くなら私も行く。やっぱこの先何かあるな。行くぞ。だから来ないでって言ったのに。
ナミ、こっちだ。来れるか。ナミ、つかまれ。よし、いいぞ。もう少しだ。感覚を遮断しろ。泳いでくるんだ。よし、よし、もう少しだ。よし、で、じっとしてろ。全部取ってやる。よし、もう大丈夫だ。大丈夫だぞ。立てるか。さあ、肩を貸すから。大丈夫か、ユカ。校舎の屋上から飛び降りて、おそらく天神小学校の校長だな。やだ。ユカ、見るな。成仏できないから何度も何度も死に続けているんだ。なんてこと。あれはなんだ。鍵みたいに見えるけど。ああ、
どこかの鍵だな。取ってく。危ないよ、やめて。大丈夫だ、慎重に行く。取れたぞ。なんだ、小さいな、この鍵。机か何かのか。なんだここは。そんなつもりはなかったのだ。ただの一時の気の迷いだ。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。寒い。何この張り紙の数、異常だわ。校長は死ぬ間際に精神を病んでいたって話だったからな。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。これは隠し通路か。はしごがある。お兄ちゃん、ここにもお札がびっしり。怖い。ああ、相当恐れていたんだ、この下にあるものを。よし、降りてみるか。俺から降りるから、ナオミとユカは後から続いてくれ。お兄ちゃん、
トシ、気をつけてね。ああ。地下通路、学校の地下にこんな場所があったのか。お兄ちゃん、床、またおしっこ。ゆか、我慢できるか。見て、この扉見覚えある。釘がいっぱい打ち付けてあるよ。これ本館の地下室への扉じゃない？ああ、開かなかったあの扉か。あの向こうに入れたんだな。待って、ってことはここって、この先幸子が子供たちを殺害した場所なんじゃない？ああ、そして幸子自身も殺されて死体を隠された場所でもある。どの部屋かな。殺害犯、いや誘拐犯の男がその場所で首を吊って自殺したって話だから、その痕跡があればその部屋ということになるな。なんだこれ、人の頭が並んでいる。ひどい。昔のものじゃない。俺たちのようにここに迷い込んだ犠牲者だ。なんでこんなに綺麗に並べるわけ。誰かがそうしなきゃこうは並ばない。悪趣味にも程がある。何が起こるって言うんだ。何が、
君たち、あの、これ落ちましたよ。先に進もう。もともとおかしなことばかりだ、ここは。